チリっぽいって書いてあった。チリエンパナーダ。ちょっとまだ具にたどり着いてない。サクサク？パイって感じか。スパイシー、全然想像がつかないんだけど、うん、肉、うん、肉が入ってパイね、シンプルな感じかも、全然辛くないよ、塩コショウで炒めてる感じ、うん、誰でも好きって感じ、なんかあと5個ぐらい食べれるそんな軽いんだ、うん、食べやすい、いいじゃん、で中入ってる、うん、何だと思う、マッシュルームじゃない、あれだな、カリフラワーとかじゃん、卵だ、うーん、おいしそう、本当だ、卵だ、おいしい、おいしい、5個食べれるよめっちゃ言うじゃん、まあ、でも軽いよね、わかる、なんか朝飯とかでもいけるよ、なんかの思ってたよりこってりした味付けじゃないからさ、ね、全然ね、辛くもないし、本当に朝から食べれると思う、ね、おやつとか、どこのあれ、メキシコ、なんか多分南米、スペインとか、いわゆるラテン系の文化なんだろうね、はいはい、でもこれは買った時はチリって言われた、なるほど、残念、あげません。ビールとは合います？合う合う。でもビールなくても食べれるぐらい多分シンプルな味。確かに、ね。だからそのなんていうの、お酒進むねってほどすごい味がこってりしてるわけじゃない。はいはいはい。何を買ったんですか？こっちがキャサバのフライで、こっちがなんかチチャロンとアレパ。オッケー、食べましょう。やばい、いい匂い。じゃまずキャサバのフライからいきます。これがキャサバのフライ。キャサバって芋だよね。うん。そのまたソースがなんか、ね、ソースなんだろうね、いただきます、うん、すごい美味しい、なんか
見た目ちょっとポテトじゃん、うん、ポテトかなもはやと思ったけど全然違うね。どう違うの？なんか歯ごたえがある。美味しい。シャキシャキ。穀物を食べてるって感じ。そうね。やっぱ日本ではない味じゃない？なんかやっぱでもあの穀物のでんぷんの甘みがあるね。それはそうだね。じゃあちょっといただきます。うん、豚だね。豚も脂身とえ、豚です、めっちゃ分厚い豚、はいはい。見た目ちょっと角煮っぽいけど角煮ではないね。色はあの味は普通に塩味。塩、へえ、シンプルな。チチャロンは、はいはい、そうペルー人にとって朝食の定番で、え、マジ？豚肉を塊のまま茹でてからスライスし、豚の油でカリカリに揚げ焼きする。揚げ焼きね、うん、で、まあ、これだけで食べてもいいんだけど、バンズや バゲットに似たパンで挟む場合も多いって。いやだから、あれだよ、あのベーコンよ、ベーコン、まあ、そうだね。手触りなのかっていうと、ああそういうね、不思議。なんかあの、触った感じはあれだね、メロンパンの外側の。ああ、わかりやすい例え。なんだ味がしない。なこれね、多分味がしない。あ、じゃあやっぱ一緒に食べるの。一緒に食べるんだ。乗せるのかな試行錯誤。と一緒に乗せ、一緒に食べてごらん。あんまり見た目綺麗じゃないけど。いよいよどうしよう、本場の人が見たら全然違う。まあそもそも箸で食べてる時点で本場じゃないからいいよ。まあそうだ、いただきます。合う。あのでもだから脂身とさ、そのうんことかも、タンパクのあれは合うんじゃない。これは絶対に何かと一緒に食べるものだと思うんだよね。これはそうだよね。でも別にこれ単体で十分美味しかった。はいはい、相乗効果は、シナジーはありました。相乗効果はこちらにとってはあるけど、うん、こちらにとっては特段。それは相乗効果とは言わないねなるほどっていう感じかな。アレパはこれまずそもそもコロンビア料理なんですよ。コロンビア料理、はい、コロンビアとかとベネズエラ、ベネズエラ出てきて、ベネズエラの取ってあったもん。まあ定義としてはトウモロコシ粉を練って焼いたもの、はい、そうで、まあ、トウモロコシって結構海外では乾燥して粉にされることも多くて、ね、まあ、日本でもあるだろうけどね。でコロンビアでは爪のパンのように焼かれるんだって。蜂蜜を塗ったりチーズを挟んだりおかずを挟んだりアレンジの幅も広いのが特徴。味が素朴だからさ、そうだね、合うと思う。ベーコンだけどこの感じで朝から行くのはすごいね。あ、そうでもそうだから重たく見えるんだけど、うん、なんか今ここにはないけどちょっとサルサソースとかと、なるほど、ね、玉ねぎとか、はい、と絡めてちょっとさっぱりさせて食べる場合が多いです。確かに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 、面白いね。本日2杯目のビールがなくなろうとしてますけど
っても来ないかな、これ以上寄れないんだよな。